と奥の方で住戸の中が見られますので、順次をしていただければと思います。先ほどのボイドの件なんだけども、はい、住居との関連性は何か確認されてるんですか。図面にね、住居の、住戸平面に、そのボイド管にと室内がつながっている点線は一つになっているんですが、これ靴のままで、あ、はい、ですよね。この機械に入りをしている休憩なんじゃないかなというふうに思います。じゃあ下足のままで洗っていただければというふうに思います。で、ね、ただお風呂自体がねこの辺のやつが昔はそうだったんじゃないかなと思うけど、今はこれとも後だと思うんですよね。で結局中階段にしてるので住戸が両面最高で、片側の方がディスタブされないと。ですからこれがですね、これで1住戸なんですね。で、ちっちゃいコートがあるということなんですが、下へ行くとねこういう1住戸なんですよ。で、真ん中階段室なので両側が両面最高で行けるっていう、両面バルコニーっていうような形ですね。なんか逆に言うと階段室真っ暗になっちゃう、うん、あ、そこ、じゃあ奥まで入るだけ入っていただいて見られる方はちょっと檻がついてるっていうのは、そういうことだったんだろうというふうに思います。庭付き。庭付きですよね。最上階はすごくいいんだね。これコート付きなんだね。これはこの住居スペース。ちょっと僕も聞かないか分かんない。ここは多分専、事実上専用だったと思いますけどね。
いや、これはだから回収してると思いますね。だと思いますよね。斬新で一応台所と部屋って分けるっていうそういう趣旨かしら。そうですね。次は下ですね。